こんにちは、RE 戦国覇王です。中国・四国地方の合戦を全5回に分けて紹介中です。今回は2回目、厳島の戦いです。中国地方では、山陽の守護大内氏、山陰の雨越氏が勢力拡張を図って争っていました。その中で、大内氏が家臣の末氏に倒され、さらに末氏は毛利氏に倒されました。毛利氏は雨越氏を破り、ほぼ中国地方を統一します。四国では、土佐の国人長宗我部氏が勢力を拡大し、守護を追放して土佐統一を果たしました。ついで、長宗我部氏は阿波をはじめ四国の全土を統一していきます。盟友毛利元就と末治方が厳島で対峙します。策略家元就が勝利して中国制覇へ前進しました。この動画は、今は亡きデルプラドジャパンから発行された週刊戦国覇王、歴史を変えた名将たちの内容をもとに戦国時代について解説していこうという動画です。このチャンネルは毎週金曜日に動画を1本お送りしております。10分程度でわかるような動画になっていますので、気軽に見てくださればと思います。関連動画も見ていただけると、さらに戦国時代の流れが理解できますので、この動画を見て気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録しておいてください。それでは今回の目次です。1、導入。2、春方に元成が敵対。かつての盟友同士が衝突。3、末の海路進軍を見越して元成、厳島に築城。4、謀略家元成の罠にはまり、春方、未明の九州に自陣。この流れでお話しします。伝文21年、末高房は謀反を起こして山口の大内氏館を襲い、主君の大内義隆を深川・大寧寺で自刃させ、この義隆を捕らえて殺害しました。高房は文後守護の大友宗麟の弟で、かつて大内義隆の勇士だった春秀に大内氏を継がせて義長と名乗らせ、自身も春方と改名し、大内氏の実権を握りました。伝文22年、末治方は、義隆の姉婿である岩見津和野の吉見正頼が、治方打倒のため挙兵すると、大内義長の名義で毛利氏に出兵を促しました。毛利氏は主権に対する義理や独立は時期尚早という考えから参陣しようとする元就と、末を悪人として攻撃すべきとする長男、高本の間で意見が分かれましたが、高本の主張を採用し、治方の要求には応じないことになりました。これは大内・末氏に対する決別を意味し、大内氏と毛利氏の対決へと展開していきます。翌23年5月12日、吉田郡山城を出発した元就は、3000の兵を率いて南下し、大内氏が安芸国内に持っていた拠点の佐藤金山城、小井城、草津城、桜尾城を即日接収しました。また、厳島は対岸の桜尾城が陥落したことで即毛利につき、さらに、仁保島城、能見島を抑え、広島湾を制圧しました。そして15日には、桜尾城に本陣を置きます。一方、末治方も、吉見氏から人質を出すことを条件として和睦し、津和野城の包囲を解くと山口に戻り、宮川房長に7000の兵を与えて桜尾城攻撃に向かわせました。6月5日、宮川の部隊は廿日市西の押木畑山で毛利の部隊に攻撃され大敗し、宮川房長は討ち取られました。元就は次に末軍が海路から侵攻してくると予想し、本陣を佐藤金山城に交代させました。治方は岩国まで2万の兵を進めたものの、やがて撤収しました。元就も吉田郡山城に引き上げ、その年は暮れました。弘治元年3月16日、元就は末氏の大軍を破るための餌として、海路侵攻の最前線である厳島の厳島神社北側に宮尾城の築城を始めました。戦国覇王では、厳島の戦いに先立って宮尾城を築城したという説を採用していますが、棚森房明覚書によると、以前から城は存在していたと推測されるようです。
4月16日には元就を裏切り末方に味方した野間高実の矢野城を攻め落とし、釜狩島、倉橋島を制圧しました。元就が補強している宮尾城は神社北に接する有野浦北側に南北に続く丘陵城の2つの高まりに曲輪を連ねています。中央が四角、北側が北曲輪で、東側に尾根を切断する堀切りと切り岸を設けてあります。動画の堀切りの位置は推測なので、正確には間違っている可能性があります。この城は、濃い豊後守以下500の兵が守備し、末の大軍を引きつける役割を担いました。また、瀬戸内の水軍を味方に取り組む交渉を重ねています。戦国覇王では、宮尾城は末軍を引きつけるためのおとりの城としており、これは陰徳太平記に記述されていますが、実際はもともと大内軍は厳島に寄ることが通例だったようです。5月13日、末軍は兵線100艘で来襲、有野浦を焼き払い、不審中の宮尾城を攻撃しました。しかし、上陸を阻まれ攻略することはできず、城は6月には完成しました。7月に入ると、7日に白井方種が再度攻撃し、次いで三浦房清が仁保島城を攻撃しました。しかし、城を落とすことはできませんでした。9月、末軍は2万人の大軍を岩国に集結させました。元就は得意の調略を行い、末氏の武将、エラフサヒデが内応という情報を流し、春方にフサヒデを殺させました。後世の軍記物では元就の暴力によって殺させたというが定かではなく、内応があったことは事実と考えられています。また、春方を厳島におびき出すために、末軍の陸路正面に配置された桜尾城主、桂元住が、末軍に内応するという密書を送り、末軍が厳島を攻めれば毛利軍は防衛に動くので、元住勢が吉田郡山城を攻めるという提案をしたといいます。これも軍記物で伝えられる逸話ですが、一時資料がないため、真偽は定かではありません。末軍は岩国から海路で進行することに決定しました。まず宮尾城を全軍で落とし、ついで海田に上陸して吉田郡山城を目指そうとしました。これは天文9年の郡山籠城戦で救援に赴いた際にたどった順路です。これを罠と見た末の武将、広中高兼は陸路侵攻を主張しましたが、元就が高兼も内応したという噂を流したため、陸路侵攻案は採用されませんでした。9月21日、春方は500艘の大船団で厳島に渡り、東農家に本陣を置きました。広中高兼は敗戦は明らかであるが武士として死ぬために同行すると遺言を残し、翌日厳島に渡り宮尾城攻撃に加わりました。末軍渡海の知らせに元就は佐藤金山城を出陣し、27日に草津城に入りました。かねてからの誘いに村上水軍が毛利軍に船を出すことになりました。村上水軍は末氏からも誘われていましたが、大内氏に認められていた権益を末氏に削減されたため、毛利氏になびいたとされています。30日夜、激しい雨風の中を毛利軍の主力は100艘の船に乗り、事後前より末軍の目を避けて厳島の北東、包ヶ浦に上陸しました。小早川高景の水軍は厳島神社正面に渡海し、大友氏からの援軍と称して上陸しました。一方、元就本隊は漆黒の闇夜の中を厳島の峻険な山を登り、10月1日に日が変わった頃、博打尾の尾根にたどり着きました。毛利軍の主力が無警戒な末軍めがけ、背後の尾根から急襲すると、末軍駐屯地に入り込んだ小早川軍も襲いかかりました。さらに宮尾城に籠城していた兵も出撃します。未明に三方から奇襲攻撃を受け、神社周辺の狭い平地に密集していた末軍は身動きもままならず動揺しました。先を争い奪い合うように乗り込む船は水没し、敵視する者が続出しました。大混乱の中、立て直しは不可能と判断した春方は東農家本陣に火を放ち西へ逃れ、三浦房清は追撃する小早川軍を防いで討ち死にしました。
大江の浦に逃れた春方でしたが、帰るための都会の船はなく、ここで自陣しました。広中高金軍は追撃する吉川軍と滝小路で渡り合い、その後大船院に入りました。ついで絵馬ヶ岳、現在の駒ヶ林にある龍ヶ馬場にこもって3日3晩激戦の末、嫡男とともに全滅しました。これらの戦いで毛利軍が挙げた主級は4700を超えたとされ、桜尾城で首実験を行いました。春方の首は山中に隠されていましたが、草履取りの少年に隠し場所を聞き出したといいます。そして元就は直ちに周防長門へ進軍し、大内義長打倒に取り掛かるのでした。